誰でもいつでも作れる、はい、そうめんチャンプル、そうめんチャンプル、はい、だけど鼻からバージョンでちょっとだけ、はい、はい、トマトなどを使いたいと思います。僕の場合ですね、はい、なんともフライパンで全部やっちゃいます。すごい。で今日ね、だいたい3束ぐらい、早いですからね、皆さん、はい、見てくださいよ、はい、3束、じゃあちょっと、はい、きますで、はい、お願いします。はい、すごいワイルド、え、ワイルド？ワイルドでいい。男の料理。はい。で、もう本当にね、湯がかない。まあ、湯がかないというか、普通おそうめん食べるのってもうちょっと火を入れるんですけど、はい、今日のはイボの糸なんで、はい、結構火が通りやすいから、はい、もうあとちょい待ったら OK です。パスタでいうアルデンテみたいな。アルデンテというか硬いです。あ、硬い。理由は最後にもう一回炒めちゃうから、これを。普通に水切りするんですけど、もしもそうめんって小麦でできてるんでぬめりが出るから、はい、ぬめりを取ってもらうためにもしっかり洗い流します。だから本当にもみほぐすみたいな、洗濯みたいな、結構固めですね。本当だ、固いでしょ、はい、大体ぬめりも取れたら水切りをするんですけど、次が大事。実はこのそうめん絞ります。はい、ちょっとこうほぐしてあげて、はい、チャンプルで油使ってるイメージでした。使うんですけど、敷いて、だからそんなにたくさん使わなくていいんで、はい、もうこの時点で炒めていきます。で、味付けは、はい、もうお塩、お塩だけ、あ、胡椒も入れます。はい、塩と胡椒と、ツナにね、味付いてます。そう、ツナにね、もう味が付いてるんで、で強火ですね。僕ね、あんまり入れない方が好きなんだ、実は。このツナ缶の半分ぐらい、はい、本当に風味付けぐらい、そうだね、わかります？こんなくっついてないの。あ、本当だ。今日は、ネギを入れます。で、トマトも入れるんですけど、トマトはもう最後に盛り付けの際に乗っけようかなと思ってる、はい、これもなじませるという。ギトギトになってないでしょ、はい、出来上がりです。出来上がり。トマトはまだ。トマトはや盛り付けた時に。最後にこうなってくれる。そうそう。ちょっとなっちゃう。そうめんチャンプル。で、彩りで、はい、いい？いいですよ。いいでしょ。こんな感じで。うん、美味しそう。夏ですね。夏。これで出来上がりか？あ、そうだね、最後にじゃあ今リクエストがあったようにパパッと胡椒を振りかけて完成。すごい、できた。はい、あっという間でしたね。はい、そうめんチャンプルトマトのせ、トマトのせ、はい、すごいシンプルですね。美味しいと思います。出来上がり。できた。はい、できた。まず鼻から、はい、はい、どうも、はいうん、美味しい、美味しい、うん、甘い。いただきます。早速ですが、僕もめっちゃ食べたいと思います。確かにアルデンテの感じ、アルデンテの感じがします。でしょ、うん、だから食べやすいでしょ、うんうん、なんかねちょってしてないから、うん、脂っぽくもなくて美味しいです。やった、美味しい、いただきました。美味しいです、うんうんうん、これと、うん、だからあ、美味しい、美味しい。なんか爽やかだね、やっぱりね。そうですね、うん、スッと入る感じが、うん、美味しい、美味しい、美味しい。